中心に記録的な積雪が続いております。亡くなられた方々に心からの哀悼の意を申し上げます。そして被害に遭われておられる皆様に心からのお見舞いを申し上げます。政府には住民の皆様の生活を確保するため、生活道路あるいは災害弱者の方々へのきめ細かい支援など万全の対策を求めたいと思います。でそれではリニアの関連工事入札談合疑惑について伺いたいと思います。まず公正取引委員会にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、まずこのリニア中央新幹線は9兆円以上にも上る今世紀最大の事業で、品川名古屋間は 5.5 兆円、そして安倍政権が国家的プロジェクトと位置づけ、3兆円もの財政投融資、公的資金を投入し、そして不動産取得税や登録免許税の非課税措置を行うなど、強力に推進してきた事業でございます。このリニア関連工事の入札をめぐり、大手ゼネコンが談合をした疑いが強まったということで、名古屋市の名城非常口の工事を発端に、東京地検特捜部、そして公正取引委員会が大林組の本社、そして大成建設の本社、鹿島建設、清水建設、スーパーゼネコンと呼ばれる4社に家宅捜索を行う事態となっております。報道では大林組、清水建設が独占禁止法に違反したと、認めたという報道がございます。そこで公正取引委員会にまず確認をさせていただきますけれども、入札談合というものはどういう犯罪なのか、そして度重なる談合、ゼネコンによる談合決別宣言などの経過がございますけれども、談合を起こさせないための防止措置、強化、どういうことを行ってきたのかというのをご説明いただきたいと思います。公正取引委員会委員長、杉本和之君。お答えさせていただきます。独占禁止法は、我が国における公正かつ自由な競争を促進することをもって一般消費者の利益を確保するということを目的としております。入札談合はこの独占禁止法に違反する行為でございまして、価格品質での競争を通じて本来得られるべき発注機関の利益を損ない、ひいては納税者である国民や消費者の利益を損なう行為でございます。独占禁止法の中でも最も悪質な行為の一つと認識しておるところでございます。公正取引委員会としてはそのような行為に対して厳正かつ積極的に対処するしているところでございまして、こういった違反事件に対処することによって、企業のコンプライアンスと申しますか、談合防止につながることを目指しているところでございます。入札談合の独占禁止法違反行為に対する抑制強化の観点から、平成17年には入札談合等の不当な取引制限に対する課徴金算定率の引き上げ、違反行為を繰り返した事業者に対する課徴金割増制度の導入、違反行為に係る情報を集めやすくするための課徴金減免制度の導入、反則調査権限の導入、こういったことを内容とする独占禁止法の改正が行われております。また平成21年には入札談合等の不当な取引制限において指導的な役割を果たした事業者に対する課徴金割増制度の導入、不当な取引制限に対する罪に対する懲役刑の引き上げ等を内容とする独占禁止法の改正も行われております。こうした行為によりまして、独占禁止法の執行力を高めることによって予防措置効果を高めるということを目指しているところでございます。さらに公正取引委員会では各種の機会を捉えまして独占禁止法の普及啓発行動にも取り組んでおりまして、違反行動の未然防止にも取り組んでいるところでございます。本村君。はい、重大な犯罪行為なんだということをおっしゃっていただいたと思います。次に国土交通大臣にお伺いをしたいと思います。相次ぐ談合事件が起きて、ゼネコン各社は談合決別宣言も出しているわけですけれども、これまでも談合が繰り返されてまいりました。二度と起こさせないということで国交省としても対策を取っていると思いますけれども、経過も含めて端的にお答えをいただきたいと思います。国土交通大臣石井啓一君。
談合などの不正行為はあってはならないことと認識しております。国土交通省ではこれまでも入札制度改革等に取り組み、不正行為の排除の徹底を図ってきたところであります。具体的には国土交通省発注の公共工事における取り組みといたしまして、一般競争入札や総合評価方式の拡大、入札監視委員会の設置、指名停止の厳格化、内部通報制度の整備などの対策を講じてきたほか、公共工事、民間工事を問わず不正行為を行った業者に対しまして営業停止処分の厳格化を図っているところでございます。本村君。ありがとうございます。で、大手ゼネコンは過去にも談合事件でたびたび摘発をされている。このため業界そろって談合決別宣言を出すなど入札のあり方を見直してきたはずだと。で、新たな疑惑が事実だとすれば社会に対する大きな裏切り行為というふうなことを言われている事態でございます。で、資料を1見ていただきたいんですけれども、リニア工事の中でガイドウェイの関係の3つの契約以外の25件の、リニア工事の契約内容を改めてまとめました。で、石井大臣にお伺いしたいんですけれども、国交省としてこうしたリニア工事の契約内容ちゃんと掴んでおられますでしょうか。大臣。はい。藤井鉄道局長。お答えいたします。今リニアに関する、工事発注の状況は委員がご配布になられた資料の通りであると認識をしております。本村君。はい、ありがとうございます。大林組4件、清水建設4件、大成建設4件、鹿島建設3件、会社ごとに色分けをさせていただきましたけれども、で、受注がきれいに分かれております。で、ここの色付けをした事業で談合疑惑があるわけでございます。で、リニア事業というのは今世紀最大の事業ということで、これだけ巨大な規模、巨大な額の事業で大手ゼネコントップの4社の談合疑惑があるということでございます。で、事実だとすればとんでもないということだと思いますけれども、石井大臣、今度は大臣にお答えをいただきたいんですけれども、極めて重大な事態だという認識はございますでしょうか。石井国土交通大臣。リニア中央新幹線の建設工事の受注において、不正があったとされる件について、さまざまな報道がなされていることは承知をしております。国土交通省といたしましては引き続き今後の捜査の進展を見守ってまいりたいと存じます。本村君。はい、大臣、人ごとのような発言ですけれども、国土交通大臣が工事実施計画を認可したリニア事業で、そして国土交通大臣が建設業の許可をしたゼネコンによる重大な談合疑惑があるわけです。大臣が認可許可したところで最大規模の談合疑惑が起きているというわけでございます。で、大林組が談合したと認めたという報道、そして大林組の社長が辞任をするという報道もございます。で、こういう話があっても見守りたいというだけしか言われていないわけですけれども、所管大臣としてしっかりと責任を果たしていただきたいというふうに思います。で、大林組が談合を認めたと大々的に報道されているわけですけれども、その疑惑の発端となっている大林組が受注をした名城非常口の工事はずっと続いております。おかしいという声がさまざまな方々から出されております。で、静岡県知事は1月11日の会見で、大手ゼネコン4社の談合疑惑のことについて実態が解明されるまで大井川の水が毎秒2トン減るわけですけれども、大井川の水の減衰対策に関わる協定は結べないということを話し、 JR 東海との交渉をストップするという考えを示しております。で、談合疑惑が濃厚になっているわけですから、工事を一旦中止して真実を事実を解明するというのが筋で、これが国土交通大臣の
責任なんだと思いますけれども、大臣、ご答弁をお願いしたいと思います。石井国土交通大臣。委員ご指摘の事案につきましては、現在捜査当局等において捜査が行われている状況であります。国土交通省としてはその状況を見守っているところでございます。国土交通省としては現時点において工事を中止すべき状況であるとは認識をしておりません。本村君。談合を認めたという報道があるわけですから、しっかりと国土交通省としても建設業に関する所管をしている部署でもございますから、ぜひ調査もしていただいて真実を明らかにしていただきたいというふうに思います。で、資料をまた一位見ていただきたいんですけれども、談合疑惑が大きく報道された後も今年の1月18日、資料で言えば21番目、番号を振ったところですけれども、東雪ヶ谷非常口の工事契約は行われております。一旦工事を中止をして真相解明を行い、真相解明が終わるまで新たな工事契約はやらせないということを大臣しっかり指導するべきだということを求めておきたいと思います。で、角度を変えてお伺いしたいと思いますけれども、談合の重要性、重大性というのは先ほどご答弁いただきました。で、リニアというのは普通の事業ではなく、3兆円もの巨額の財政投融資が行われている事業でございます。そこで財務大臣にお伺いをしたいと思います。3兆円の財政投融資、リニア以外に使えるんでしょうか。麻生財務大臣。リニア新幹線の整備事業の状況につきましては、これはご存知かと思いますけど、これ資金の償還確実性を確保するという観点から、鉄道運輸機構でよってこれ JR 東海に対するモニタリングの結果がやれているところだと思いますけれども、少なくとも 今言われましたように、そういったもの以外に使えるかと言われたら使えません。本村君。リニア工事以外には使えないということを確認をさせていただきました。で、資料2を見ていただきたいんですけれども、これは3兆円の貸付要項でございます。で、第2条の資金の貸付対象というのは、中央新幹線のうち品川名古屋間の建設に要する費用ということになっております。3兆円はリニア工事にしか使えないというふうになっておりまして、この3兆円の公的資金が談合疑惑の舞台となっているリニア工事に使われた可能性があるという問題でございます。で、実際に個別工事ごとに公的資金がどのように使われたのかということを解明する必要がございます。で、もともとリニアというのは JR 東海が自前で資金を調達するというふうに言っておりました。そこに3兆円の公的資金の投入という話が突如持ち上がり、実際に3兆円はすでに JR 東海側に行っているわけでございます。で、財政投融資というのは JR 東海に直接貸付ができませんので、鉄道運輸機構の 法律の改定までしまして、そして、特別な仕組みまで作ってですね、鉄道運輸機構を迂回して3兆円を貸し付けるということにしたわけでございます。で、参議院選挙の前の2016年骨太方針にリニアに財投という言葉が入り、そして、自民党の2016年参議院選挙の公約に5年で30兆円の資金をリニア建設などに投じると書いて、で、安倍首相が先頭に政権ぐるみで3兆円の投入を決めたということだと思います。で、この3兆円がゼネコンの食い物にされているという疑惑でございます。で、財務大臣、先ほど償還確実性のお話少しされましたけれども、この法改正の時や、あるいは財投の問題でこの予算委員会で議論をさせていただきました。財務大臣は償還確実性についてご自身が100歳まで生きられるかわからないからわからないというご答弁をされたわけでございます。
で、財政投融資をしたお金が談合に関わっている可能性があるわけでございます。で、財務大臣は、2016年10月13日の参議院予算委員会で、事業費が膨れ上がる、この可能性について、辰巳孝太郎議員の質問を受けたときに、こういうふうにおっしゃっております。先ほども少し言われましたけれども、鉄運機構につきましても、これは毎年定期的にモニタリングを実施しておられますので、事業の進捗状況やその把握を行っておられるのであって、必要に応じて JR 東海に対して指導、助言等を行っていきたいとは考えておりますと答弁をされました。麻生大臣、この答弁、間違いないでしょうか。そして現時点で3兆円の使い道を含め、工事契約の内容をちゃんとチェックされているんでしょうか。麻生財務大臣。10月の13日の話ですね、これは。間違いありませんね。この答弁に関しましては、国土交通省が鉄道運輸機構を通じて事業の進捗状況というものを把握するという立場にありますか。意味わかりますね。はい、きょとんとされると全然分かってないんじゃないかと思って、もう一回説明しなきゃいかんかと思ったんです。すみません。鉄道運輸機構を通じて事業の進捗状況把握を行っておりますので、鉄道運輸機構から JR 東海に対して指導援助を行っていくということを申し上げております。私どもが財務省が直接やることはできませんので、そういった意味では財務省としては引き続き資金の償還確実性を確保するという観点から、我々としては必要に応じて国土交通省や鉄道運輸機構から報告を受けつつ適切に対応していくということであります。本村君。はい。で、3兆円の財政投融資に関して鉄道運輸機構がチェックするから大丈夫なんだということを安倍首相も麻生大臣も政府も言ってきたわけでございます。じゃあ本当に大丈夫なのかという点問っていきたいと思っております。で、 JR 東海リニアに3兆円財政投融資をするために、法改正の審議をした際にですね、私は質問をさせていただきました。個別工事についてちゃんとチェックするのかと、一件一件の工事の予定価格、工事契約の内容、発注価格、工事の方法など精査するのかということを質問をさせていただきました。その時に国土交通省の鉄道局長は、個別工事について内容や予定価格ということでございますけれどもということで、鉄道運輸機構は必要に応じて確認を行うことかと思いますという答弁をしております。そこで今日は鉄道運輸機構の理事長にも来ていただいておりますけれども、今リニア工事について個別工事すべてについて鉄道運輸機構はしっかりとチェックをしてきたのか、そして資料1見ていただきますと、国民住民の皆さんには JR 東海が発注した工事の部分はすべて契約金額は非公表となっております。そういうところまでちゃんとチェックしているのか、ご答弁をお願いしたいと思います。独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構理事長、北村隆君。お答え申し上げます。まず私どもは、この資金のチェックにつきましては、先生今おっしゃってみましたモニタリングですが、まず貸付を決定する際と、それからその後のモニタリングと2つあるわけでございます。それで、先生もご提出なさっています貸付要項にもちゃんと書いてございますけれども、貸付の決定にあたっては財務の健全性だとかがちゃんと返ってきますよというのをチェックして、お貸しをした。で、今お尋ねの個別の工事の内容や予定価格ですが、我々はですね、これ定期的にもちろんモニタリングをやっておりますけれども、このモニタリングの目的は確実に財投が JR 東海から返ってくるかという償還確実性と、そしてその使途がリニアの中央工事の建設に使われてますねということを確認をすると、そういうことが我々の役割でございます。したがってそういうことを実際に3兆円出してますが、それを信託口座に設けてますが、それと実際の工事の内容だとか実績だとか、それから今後の工事の予定だとか、それからその事業の進捗状況だとか、そういうものを突合させて
確認をしていっているわけでございまして、今ご指摘の個別の工事の内容、工事の内容だとか予定価格でございますけれども、そういう確認作業の中で必要に応じて確認をしております。本村君、はい、ちゃんとやっているというお答えでしたけれども、ゼネコン4社が家宅捜索、2社が談合を認めたと報道があった後に、まあ、私がいただいた資料ではモニタリング行っていないわけですけれども、ちゃんと談合疑惑についても一件一件チェックしたんでしょうか。北村理事長。先ほど申しましたように、このお金は補助金ではございません。財政投融資でございます。したいまして、確実に返ってくること、そして利率を含めた金利も返ってくることでございまして、したいまして、私どもは先ほどそのをちゃんと使われているどうかを確認をしておりますが、その確認の中で個別の内容についても必要に応じて確認しております。本村君。それでちょっと曖昧なので確認をさせていただきたいんですけれども、一件一件の工事の予定価格、工事契約の内容、発注価格、工事の方法などもしっかりと調査をし、精査をし、そして一件一件の入札調査、調書などもちゃんとチェックされているんでしょうか。北村理事長。何度も申し上げて恐縮でございますけれども、我々はその償還確実性とか使途が厳格でちゃんとしたものであるかと確認することが我々の役割ですから、したがって一件一件がその確認する必要があるときは確認しますし、全体の工事内容とか工事の実績を見てそれを突合するときにさらに遡る必要があれば必要に応じてチェックをするという役割でございまして、それを以上でも以下でもございません。本村君。今のご答弁ですと、やはり一件一件の入札調書なども含めてちゃんとチェックしているということは言えないというふうに思います。で、先ほどお配りをいたしました資料の中でですね、貸付要項7条を見ていただきますと、鉄道運輸機構がチェックする項目が書かれておりますけれども、やはり大雑把な数字、確認しましたけれども、大雑把な数字しかチェックしていないわけでございます。で、一つの大きな事業が膨れ上がればですね、償還確実性だってやはり低くなっていくわけでございます。で、財務大臣、3兆円について鉄道運輸機構がちゃんとチェックするから大丈夫なんだというふうに言われておりましたけれども、チェックをちゃんとしていないわけです。財務大臣がさっき言われていた答弁と違うと思いますけれども。麻生財務大臣。JR 東海という会社が償還を鉄道なんとか機構を通じて返してくるというシステムになっているということでありまして、 JR 東海は今どれくらいの黒字が出ているかといえば、もうご存知の通りです。少なくとも JR 東海のいわゆるなんていうの、価格、格付けというのは日本の国の国債より高いというのはご存知の通りなんで、そういう会社に金を、鉄道運輸機構を通して金を貸し取るというのが実態です。従いまして、私どもとしてはその鉄道の資金の償還確実性というものに、私どもはそこの会社の本体の部分というのと連結で上がってきますので、そこらのところの部分も私ども十分に計算をした上でやらせていただいていると思っております。今申し上げましたように、鉄道運輸機構 JR 東海に対するいわゆるモニタリングの結果の報告は受けておりますが、その中で償還の確実性というものが引き続き維持されておるというように私どもは理解をしておりまして、そう報告も受けております。本村君。はい、リニアは当時の山田社長が言われているように赤字の事業なんです。で、今 JR 東海の利益を支えている東海道新幹線からお客さんを移してやるけれども赤字の事業だと。で、移すわけですから東海道新幹線の利益だって減っていくんじゃないかと。だからこそ償還確実性の問題について私たちは指摘をしてきたわけでございます。で、
まともなチェックもしていないということであればですね、一つ一つの工事契約、入札の状況をチェックしていないというのであれば、それは不正や談合に使ってくださいというふうに言っているということも言われるわけでございます。で、3兆円もの財政投入使用を行ったという以上、その使い道について監視監督するという責任があるのに、全く不十分だと言わざるを得ないというふうに思います。そして伺いますけれども、直近5年間で JR 東海から鉄道運輸機構に人事交流を行っていると思いますけれども、何人働いているかお示しをいただきたいと思います。国土交通省鉄道局長藤井直樹君。お答えいたします。平成24年度以降における JR 東海から鉄道運輸機構への出向職員は、過去に在籍したものを含めた合計延べで18名でございます。現在在籍しているものは3名でございます。本村君。はい、チェックされる JR 東海の職員がチェックする鉄道運輸機構で働いているわけでございます。で、直近5年間で18人もいると。逆の鉄道運輸機構から JR 東海についての人事交流もあるわけでございます。で、そもそも鉄道運輸機構には第三者性を持ってチェックをする機関ではないと。で、人事交流があるから手心を加えているんじゃないかと疑念を持たれる体制なわけでございます。で、この3兆円の財政投融資の話は、まあ、平均で 0.8% の超低金利のもので30年返還は据え置きと。で、その後の10年間で返済するということでありますけれども、財党でやったことがない異例中の異例のものでございます。そして JR 東海の利息負担というのは最終的に3000億円削減されるという中身で、本当に優遇だというふうに思います。で、使い道についてもまともにチェックをしないと、厳しく監視をされないと。で、そういう国のお金の貸し付けが突如として、骨太方針に書き込まれ、そして実行したのは一体誰なのかということが問われるわけでございます。その経過や背景についても解明が必要だというふうに思います。で、まあ、この問題は引き続き問うていきたいと思いますけれども、で、一番最初に議論をしたわけですけれども、談合は重大な犯罪であるということなんですけれども、で、談合を防止するための要中の要というのは透明性の確保、情報公開だというふうに思います。で、しかし JR 東海の柘植社長という方はですね、情報公開をやる気がないわけでございます。で、談合疑惑が大問題になっているときに、業界紙の方がインタビューをしております。契約額が非公表であるなど、選定過程が不透明との指摘が出ていますというふうにインタビューをしますと、柘植社長は、ある工区の契約額を公開すれば、各工区の契約の相場が分かってしまうということを言ったり、あるいは応募企業を開示する考えはないというふうに述べておられます。秘密裏にやろうとしていると。で、密室、不透明、情報が開示されない。それが談合の温床になるわけでございます。談合防止のためにも JR 東海に情報を出させるべきだというふうに思いますけれども、国土交通大臣、ご答弁をお願いしたいと思います。石井国土交通大臣。国等が発注契約主体となるいわゆる公共工事につきましては、透明性を確保することが重要であることから、公共工事の入札や契約等に関する情報については関係法令に基づき公表することとなっているところでございます。一方、リニア中央新幹線につきましては、民間企業である JR 東海が建設主体でありまして、JR 東海が発注する工事については、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律の適用はないことから、工事契約額等の公表は義務付けられておりません。なお、この点は公的資金を受け入れているか否かに関わりがないことでございます。本村君。はい、リニア工事は公共事業じゃないと言いますけれども、
3兆円の公的資金、巨額の公的資金、財政投融資が使われ、そして土地の強制収用だって行われる事業でございます。そして、土地の買収、交渉をやっているのは自治体の職員でございます。公共事業の場合ですね、入札契約適正化法を作って、入札調書などの情報も開示するようにいたしました。で、談合防止の要は、透明性の確保と情報公開なわけですから、談合を防止するためにも、このリニア工事も公共事業として、位置づけて、同じように扱って、情報公開の対象事業にするべきだというふうに思いますけれども、大臣、もう一度お願いしたいと思います。石井国土交通大臣。先ほど答弁したとおりであります。本村君。はい、私は国会に当選させていただいて、初質問からこのリニアの情報公開を求めてまいりました。で、情報公開はしなかったということが談合疑惑の温床になっているのではないかと、公共事業と同じように扱って情報公開させるべきだというふうに思います。で、情報公開は憲法に保障された国民主権の土台でございます。情報が開示されて、そして情報に基づいて議論をして、そしてよく熟考をして、そして結論を出していく、あるいはおかしいことは是正をしていく、これが国民主権の中身だというふうに思います。情報を公開しないということは、やはり国民主権にも反した事態だというふうに思います。で、リニアっていうのはいろいろ情報公開をさせる理由があるというふうに思います。先ほど指摘をさせていただきました、財政投融資、3兆円の財政投融資、そして土地の強制収用だってできる事業で、住民の方々を住んでいる土地から追い出すこともやるわけです。そして土地の買収の交渉をやっているのは実際には自治体の職員でございます。そしてリニアの技術を実用化するための技術開発ということに税金がずっと投入をされてまいりました。国有地だって安く売却をされております。不動産取得税、登録免許税の非課税措置、あるいは大深度地下法を使えば、地権者の方々の同意も取らず保証もしないと、そして他の地域でも地権者の方々の同意も取らず保証も取らないというところもございます。またリニアのトンネルの上の地域の地価は下がると、そして高架の部分でも地価が下がると言われ、数々地権者の方々の権利を侵害するわけでございます。国家プロジェクトとして安倍首相施政方針演説にも入れられましたけれども、情報公開をするというのは最低限当たり前のことだというふうに思います。工事を一旦中止し、談合疑惑の事実を解明していくこと、そしてリニア工事を情報公開の対象事業とすること、強く求めて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて本村君の質疑は終了いたしました。次に杉本和美君。杉本君。日本維新の会の杉本和美であります。まず冒頭、今日午前中にですね、災害特別委員会の理事懇談会が開催されて、私も参画させていただきましたけれども、北陸地方ほか大雪、報道では昼のニュースで